皆さんこんばんはということで、私小沢優太今動画を撮ってます。顔四角すぎないか、てか顔疲れすぎてんな。ただいまの時刻夜の12時超えたところということでね、さっき帰ってまいりました。今日がね26日なんですけれども、28日にイベントがあるんでね、いろいろバタバタするんで、今日動画を撮ってですね編集していかなくちゃいけないっていう感じなんですけれども、え、何言ってんの。明日が27日、27日が別にないから27日の編集をっていう感じで痛い悲しい。マダオモ大都会行ってんの、文句あんならトロフィー見せろ。俺がめっちゃ多忙な人みたいな感じで捉えられると変に小沢優太頑張ってるみたいな感じになっちゃうんだけど、違うの。忙しいのは忙しいんだけど、普通にいつも通りのペースでお仕事してれば忙しくなかったの。 2,3 日友達とめちゃめちゃバスケしちゃったのそれで遊んだ分が今めっちゃ自分に降りかかってるっていう、そういった状況なんですよね。だから自業自得なんですよ。今日は男に聞きたいこと、これをねダラダラしながら話していこうかななんていうふうに思っております。今日はねこんな感じで撮らせていただこうかなと思っております。よろしくお願いします。インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。ではやっていきましょう。チャンネル登録してね。星お酒好きな女子どう思う。なんかスケベに見える。うん、俺はね、どうなんだろうね、お酒好きな女子って。なんかやっぱし、男の子からすると、飲み行きたいなとか、そういうこと思うんじゃないの？わかんないけど。このスタイルいいね。これでいこうか。ストレッチマン青バージョンみたいなね。ストレッチマンナッツ。恋愛系の質問してくるくせに、こっちが聞くと好きな人いないっていうのはなぜ？好きな人がいるから恋愛系の話を出すんでしょ？だからお前いるやろみたいな感じで君は解釈したわけだ。だからそういった疑問を持ったわけだね。君が好きなパターンっていうのがあるんですよ。好きな人いるって聞かれて、いるって答えちゃったら、君のことが好きだったとしたらね、君に、あ、私じゃないんだっていう風に思われて変な誤解をされて遠ざけてしまう確率もあるわけですよ。そういう理由で言わないっていうパターンもあります。あとは、本当は好きな人いるんだよ。だけど、好きな人いるって言ったら、君が自分のことを好いてくれる可能性はゼロになるわけじゃないですか。好きな女の子がいる男の子をあんま狙おうと思わないでしょ。だから自分がモテるために好きな人いないっていうことを言う男もいたりとかするというね、ちょっとそういった怖い可能性もあったりとかするんですけれども、まあどうなんでしょうね、これはわかりません。特別で大切な友達はもう友達止まりですか。友達超えて親友とかまで言ってんじゃないの。やっぱね、超大切な友達すぎてその関係から抜け出したくないみたいな感じで思っちゃう人いるから、その可能性ありだな。いやでもわかんないよ。そうやってさ、私はあの人の大切な友達枠に入ってる、だから私は友達止まりだって言ってる人、実はそれ異性として特別枠に入っている可能性ってあるわけですよ。女の子ってよくあるからね、脈なしだと思ってるのに実は脈ありみたいなね。女の子ってほんとネガティブなんだよ、恋愛に関して。自分好かれてないって思いすぎなんだよね。本能的にそういう風に思うようになってんだけどね。会いたいって言ったら迷惑。彼氏にかな。彼氏にだったら別にいいけど、付き合う前はダメかな。毎日会ったら1ヶ月で冷めちゃうの。人によるよね。でも俺別に毎日会わない方がいいと思う人。正直どんなタイが好み？男が。いやでもなんかその、正常位なんじゃないの？世界中の料理を食べ歩いたシェフが、今まで食べてきた一番美味しかった食べ物は何ですかって聞かれた時に、卵かけご飯って答えるみたいなもんで、いろいろやって結局正常位が一番みたいなところあったりとかするんじゃない？わからんけど。僕そういうのやったことないからさ。職場内恋愛をしています。職場にバレるのが嫌で隠してるのですが、ずっと隠されたら嫌ですか？いや、隠せ。バレないように隠してるんだろ。ずっと隠されたら嫌かな？うん、じゃあ隠さないでおこう。バレる。はい、おしまい。ダメダメ。隠しとけって。こそこそする恋愛も悪くないんじゃないの？終えるんじゃないの？スケベなんじゃないの？スケベ！スケベ！スケベが映る。この村から出ていけ。結婚願望がない女とのお付き合いはあり？ありじゃないですか？わかんないじゃん。自分がさ、結婚願望を持つかどうかなんて。しかもこの子何歳よ？プロフィールちょっと見に行っていい？書いてなかったわ。でも多分学生でしょ、この感じ。学生だから全然いいんじゃない？ブスに対して厳しいのなんで？ブスに対して厳しいんじゃなくて、美男美女に優しすぎるんだよ、世間が。ガチで。そう思うわ。俺、ある程度自分磨きして、マシになったとは思うんですよ。ようやく普通のレベルまでは行ったと思うんですよね。まあ昔はブスでしたよ。やっぱ同じこと考えたわ。ブスに当たり強くねみたいなね。違うんだよな。ブスに当たりが強いんじゃなくて、本当に美男美女に当たりが素晴らしすぎる。そりゃそうだよね。ブスに当たり厳しくないみたいな感じのこと言っときながら、自分がめっちゃ可愛い子と関わったり、イケメンと関われたら、やっぱね、対応にさ、出ちゃうよ。人間ってさ、そういうもんでしょ？完璧じゃないもん。男子の恋バナって何話してんの？なんだろう。可愛いと思う子をひたすら
すら言ってくみたいな、そういう系の話だと思うな。誰々が好きなんだよねって話はあんましないかもしれない。男子ってからかうんだよ。だからね、そういう話できないんだよね。強いて言うなら、あの子可愛くないみたいな、そういう話だと思う。女子から積極的にスキンシップ誘われることは嬉しいですか？めちゃくちゃ嬉しいんだけど、やりすぎはダメだね。やっぱやりすぎちゃうと、この子って俺のこと好きだなっていう風に思っちゃって、滑り止め受診になっちゃう。前回の動画で話したじゃん、滑り止めになっちゃいけないよっていう、そういう状態になっちゃう。本命がいて、その本命がダメだった時の助け舟になっちゃうから、キープだよね。言うたら、なんでハグしただけで起立しちゃうの？お前のことが好きだから、っていうか女の子のことが好きだから。女の子が近くにいるっていう、そういった状況ってないんだよね。だからだと思うよ。危険なマッシュ頭と安全なマッシュ頭の見分け方、これいい方法教えてあげよっか。インスタ見ると一発でわかるよ。インスタで白黒使ってるやつは結構危険です。インスタグラムで白黒を使ってる人はめちゃくちゃ病みやすくて、束縛とかが激しい傾向があるという風にデータが出てるんですよね。それに比べて犬の写真とか景色の写真が多いマッシュ、まあマッシュに限らずなんだけど、そういう人は優しいっていう、そういうような特徴もあるらしいです。本命の子と遊びの子との DM の違い、比較するならやっぱ遊びの子は返信が1週間返ってこない時があって、本命は少なくとも1日1回は返すみたいな、そんな感じだと思うけどな。ストーリーにハートを押す心理、なんかこれむずいんだよな。全てのストーリーに既読感覚でハートを押す人もいれば、可愛いからハートを押すっていう人もいるんだよね。まあでもマイナスな感情で押してるわけではないから、ポジティブに捉えていいと思う。クソみたいに腹減ったわ。今日さ、帰りコーラ買って飲もうかなとか思ったの。動画で飲めばなんかいいかなとか思ったんだけど、やめた。だって28日さ、視聴者に会うからさ、他の人のイベントのゲスト出演だし、俺のファンですっていう人あんま多くないと思うけど、まあでも、ああ、そういえば押されたら、まあ、かっこよかったよって思われたいわけじゃん。だからさ、飲めないと思ったんだよね。しかもここにニキビできちゃったし、好きでもないのに、相手に可愛いとか言うのが不思議。まああれなんじゃないですか。事実を言えるかどうかなんじゃないですか。事実を言う時の心理的ハードルっていうのが低いんじゃないの。可愛いって思ってるから可愛いというみたいなね。言われたならね、嬉しいで OK ですよ。大学生になってから中学以来喋ってない女子から急に DM とか来たら迷惑ですか？いやいや、全然いいと思いますよ。そういうのから始まる恋愛ってたくさん見てきたんでね。そういえばめちゃめちゃ話変わるけどさ、結構前に幽霊ががっつり見える方とお会いして、僕に10人の小さい子供がついてるみたいな、そういう話したじゃないですか。僕ね、10人の子供がついていると知りながらめちゃくちゃしこるんですよ。次会ったら、あれみたいなその人が「あれ10人の子供全員いない？」って言われてなんかめっちゃ嫌われたくっそおもろくない？なんか10人の霊の子供がついてめちゃくちゃしこって全員消えたんだってくっそおもろいよな。その人に言われたわ。俺はね、めっちゃ霊取り付きやすいんだって。取り付くんだけど、こいつちょっとちげえなと思ってみんなどっか行くんだって。結構最強格らしいよ、小沢優太。でも周りの人に移っちゃうかもしれないから気をつけてねっていう風に言われた。だからマジで配達業やってみたらもんなんだよねどっかで霊連れてきて周りの人に届けるみたいなクソ迷惑。話してて楽しいって思う女子の特徴、やっぱ質問してくれる女の子かな。質問してくれるだけでも本当に世界が明るくなる。うわー、俺のこと興味あるんだみたいな、その感覚がたまらないんだよね。下ネタを耳元で言ってくるの何なの、やだなそいつ。女子の日焼けについてどう思う？俺めっちゃ好き。学校でさ、ソフトテニス部やってる女の子とか日焼けとかやっぱすごいじゃん。あれ見ていいなって思ってた時期あった。ちょっと気持ち悪いけどね、ごめん。こういうもんなんだよ男って。お前以外の女子と話してないって言ってくるのはひもてアピ、それとも脈あり？うわむずー。これ普段の会話にもよるけどな、ちょっとポジティブに捉えない？これ脈ありっていう風にポジティブに捉えてみるのありだと思うよ。もっと他の情報欲しいな、これ超むずいわ。俺だったらひもてアピで言うから。でも全然一つのアプローチとしてそれを言う人だっていると思う。これ超むずい。忙しいから電話できないは本当？嘘で言う人もいるけど、本当の場合も全然あると思うよ。だって電話って 2,3 時間消えたりとかするでしょ。 2,3 時間あったら何ができるよ、いろんなことできるでしょ。うわバッテリー切れそう。だろう、バッテリー2回なんだけど。動きたくねえ、これ動きたくねえよ。持ってくるわ。なんて愛がないの、男で無言のやつっているよね。そういう男に限ってさ、なんていうのかな、あいつマグロなんだよねとかそういうこと言うんだよな。男も反応しろって話じゃん。そうやって自分ができないのに相手には求めるやつ、そういうやつって基本前儀で。よかった俺こういうスタイルで動画撮ってて。動画撮るハードルっていうのを低くすればするほど本当に楽になる。顔と性格どっちが大事ですか？どっちもやな。掛け算です。顔と性格というのは、顔が100でも性格0だったら0なんですよ。逆に顔が0で性格100だったら0なんですよ。自分磨きも頑張る、内面の自分磨きも頑張る。頑張ってください。僕も頑張ります。一緒に頑張ろう。なんで女子との壁を作る？俺はさ、お前らが可愛すぎんだよ。お前らが眩しいんだよ。俺だってな、女の子に向けてこんな感じでラフに話してるだろ。実際女の子
子見たらリスみたいになっちゃうよ。ということで、もう今日は以上にしたいと思います。皆さん、おやすみなさい。ビビー。高評価押して、チャンネル登録もして、てか、チャンネル登録無理にしてとか、言わないから登録、あ、間違えた、高評価だけ押して、だってボタン押すだけなんだから、そんなの誰でもできるだろうよ。